皆さんこんにちは、ペンギン堂のペンギンです。本日観察していくのはパイロットのカスタムヘリテージ912です。私はこのチャンネルの中で、フォルカンってたまに引き合いに出すんですけども、このフォルカンよりは硬いかなとか、そういうことをよく言う割に、このフォルカン自体全く観察していないことに今更気づきまして、ちょっと基準として動画にしておこうと思いました。私とこのフォルカンとの出会いは、3年くらい前かな。私が万年筆に興味を持ち始めた頃に、万年筆の先輩であった夫にこのフォルカン、まあこれ夫のなんですけど、フォルカンいいよって貸してもらって、おおって感動したことが出会いです。でね、私全然詳しくなかったんで、このペン自体フォルカンっていうペンなのかなって勘違いしてたんですけど、全然違いました。ペンの、名前ではなくて、このペン先の、パイロットのペン先の種類の一つがフォルカンっていうことなんですね。でもう一個勘違いしてたのが、並木ファルコンってよく有名な動画あるじゃないですか。ファルコンとフォルカンがこれまたちょっと似ているので、ちょっとね一緒になっちゃってたことあるんですけど、並木ファルコンはのエラボーっていうペンの海外での名前なんで、これまた全然別物っていうことで、ちょっと勘違いしやすいポイントでした。パイロットのフォルカンの2部はどの万年筆にも、つけることができるかっていうと、まあ、そういうわけじゃなくて、私なんかですね、ずっと勘違いしてて、このカスタムヘリテージの912にしかついてないのがフォルカンなのかなって思ってたんですけど、まで全然違いました。つけられるのが3種類あって、このカスタム743とカスタム742とカスタムヘリテージ912に、つけることができます。でこの3つは何が違うんだっていうと、このカスタム74系はカスタム74の上位バージョンなんですけど、こちらカスタム74との違いは、この2部の大きさですね。カスタム74が5号2部に対して、カスタム742は15号2部で、743は15号2部がついているってことで、74よりちょっとお高いバージョンですね。でこの2つにはフォルカン2部が付けられます。そしてあと一つ、カスタムヘリテージ912にも付けることができます。この中だとね、この743が、こう末尾に3がついてるので、お値段3万円ということで一番高い、ことになります。この大きさが15号と10号ってどんぐらい違うかっていうと、今こんな感じ。まあやっぱり15号ってかなり大きくて、ゆったり書けそうなイメージではあるんですけども、15号のフォルカンと10号のフォルカンを私は、比較したことがないので、ちょっとそこの比較はできてません。もうね、いろんな方がフォルカン2部についてはレビューされてるので、まあ今更っていう感じなのでさらっと流しますけど、まあ、これがカスタムヘリテージ912なので、両端が平らなベスト型のフォルムでシルバートリムですね。ペン先はこんな感じ。フォルカンが FA っていう表示なのちょっとよくわかんないです。 FA って何の意味なんですかね。でも象徴的なのがこの2部の形ですよね。ここがすごくえぐれてて、だいたいねパイロットの2部の刻印のデザインってあるじゃないですか。まあそれが、ここがこうえぐれるせいで多分刻印入れてないんだと思うんですけど、まあかなりそっけない感じのペン先にはなっています。フォルカン2部非常に柔らかいんですけども、どのぐらい力を入れるのが適切なのか、まあ皆さん模索されると思うんですよ。ここ全然力を入れないとこんな感じなんですけど、少し力を入れるとやっぱね、スリット切り割りがちょっと開いて線に強弱がつくんですね。
で、もうめちゃくちゃインクフローも良くなるんで、すごい力を入れるとダクダクになります。結構ねインクの消費量も激しいんですよ。すぐインクなくなっちゃう。本日はパイロットのカスタムヘリテージ912フォルカンニブを観察してみました。どうでしたかね、このふわふわというか、むしろもうふにゃふにゃ、もう本当にね筆で描いてるみたいです。いい意味で腰がなくて、力を入れればどこまでもこう沈んでいってしまいそうな感覚なので、本当に力の入れ具合には注意していただきたい、あまり力を入れないでほしいペンではあるんですけども、まあ正直使い方非常に難しくて全然私も使いこなせてないと思うんですけども、まあ書いたらすっごい面白いペンなんで、ぜひ一度チャレンジしてみてはいかがでしょうか。ちょっとでも参考になったいいなと思ったらグッドボタン押していただけると非常に励みになります。それじゃあね、またね。バイバーイ。